ーカーをオン。ちょっと抜くときゆっくり抜いてください。わかりました。 U ターンします。はい、よし、もう町田街道まで行ったっぽいな。まだスピードは出せなくても大丈夫ですね。はい、そんなもんでいいです。1台行ったら行っちゃってください。あ、来ましたね、あの集団ですね。ヘッドライトがたくさんある。交通ルールを守りやっております。まずみんなでのファーストドライ、どんな感じだったかちょっと映像確認をしてみましょう。そうですね、データ送りましょうか。確認用であれば LINE でも。撮影してみてどうでした？いや、思ったより撮影者の車体が映ってしまった。お疲れ様です。お疲れ様です。お疲れ様でした。すごい緊張しましたけど、でも電話通話しながらやるのがすごい安心して走りますね。はい、まあ、先導してもらってたんですけど、はい、あの車間距離とか抜いた後に自分がどのスピードで抜いちゃえばいいの。あ、そうですね、抜くシーンとかも結構大事ですからね。だから今回もだからすごくやりやすい感じでしたね。初めて先導で行きましたけど。撮られるの今回初ですもんね。初なんで。ってことはじゃあ一回 V を確認してみてちょっと感覚をつかんでみた方がいいかもしれないですね。これは俺ですよ。うまいですね。ちょっとスピード速いですね今回。そうなんですよ。抜くってよりかはなんかゆっくりスライドして追い越す感じなんですよ。あ、でもこれ上手くうまいですね。1個のモニターでみんなで見てた方がもしかしたら。まあそうですね、はい、でこっからあの夜景の先になるんで、あそこ絵がいいですからね、うん、どうしても抑えたいですよね。ホイールいいですね。いいですね、うん、ほらうまい。カメラが斜めになってない。あ、素晴らしい。でこのぐらい遠いともう編集でガスが悪いんですよ。なるほど。こういう時が差があると結構、はい、難しいね。でしかも道を見せながら車が入らないですね、はい、すごい難しい。この時にバーって行っちゃうと追っかけられなくなっちゃう。早く行きすぎると前が入りやすくなっちゃうんですよ。翔さんもだからもう追っかけていくしかないから。そうなると今度カメラもブレやすくなるんですよ。今度は俺じゃないんですけど、 U ターン後ですね。新入りカメラマンのもうすでに斜めになってるんですね。使えるな、ギリギリ。すごい、うん、ああちょっとブレてるな、惜しい。あ、もう空が入ってない。地面がこれ広くなりすぎちゃうんですよ。これはいいですね。あ、そうですね。もうこっちのホイールメインですからね。あーもうちょっとゆっくりの方がいい。もうちょっとですね。あ、でも悪くない。ここで悪くない。そう、僕もちょっと頑張れ。頑張れ。今僕と喋りかぶってます。もうこの時にはもっとスローで抜いてくれって言ったんですよ。はいはい、あの電話で聞こえてました、うん、はい、もうちょっとこっちですね。オッケーですねって言ってますよ。最初は難しいですよね、はい、そうなんですよ。だからこうやってアングルを曲げると斜めになっちゃうんですよね。ゆっくりいけるか。あ、ちょっと早いですね。あ、でもカメラが全然追っかけてない。どっち撮ればいいか分かんなくなってたんですよ。この時点でこう追っかけるんですよね、はい、この間はね1台だったっていうのもありますけど、はい、前回の動画もそうなんですけど、はい、ケツも距離が変わらない状態で、はい、そうですね、斜めをずっと。そういうのも欲しいですね。今回それないですか。どっちかがお互いが抜いてるだけの絵しかないっていうのは、はい、映像になりにくいですね。あ、こういうのでもっと近くでずっと長く走ってるシーンとか欲しいですね。で前回それがセルショーも、はい、LS もすごく結構優秀な映像があったんですよ、はい、あとカメラのレンズ増えてください。はい、これはあれですね、マジェスタ2台の窃盗団ですね。逃げちゃってますね。これカズ君とかこれ見て分かるんですよ。結構だからもっと近くていいよって言ったんですよ。そうですね、うん、今回自分も寄せてたけど、はい、みんなはまだ普通に、はい、運転してる方わからないんで、あ、今ちょうど画角入ってます、収まってますとかで、モニターを見てるカメラマンが撮影されてる車との距離感を常に教えてあげる。今40キロ出てます、 500m ぐらい走ってみましょう。で前から撮りました、じゃあ後ろからも同じ絵をくださいとか、じゃあここで追い抜いてください、ゆっくりお願いします、もうちょっとゆっくり、もうちょっとゆっくりとか言って、映像自体に声が入っちゃっても全然いいんで、割とずっと喋り続けるみたいな状態が1回のチャンスをうまく生かすっていう感じになるんですね。これ結構ここのとこってうまく撮れてる。これなんですよ、うん、これなんですよ、はい、であんまり速すぎるとホイールが綺麗に映らないんですよ。もうちょっとゆっくり走ってる方がホイールの回転もなんか美しく映る感じが iPhone にはある気がします。この後もこんな感じですよね、だからね、はい、ある程度走って長くこの映像は欲しいですね。で後ろに道がこうやって映ってるとすごくいい、はい、これちょうど動画にしたところですよね。これ動画にしてます、うん、その急に加速しないで、でブレーキを踏まない、絶対。この辺もすごいいい絵だったんですよ。追い抜いてそのままどっか行っちゃうっていうんじゃなくて、そうですね、はい、このくらいの距離感ですかね、うん、でもう一回じゃあ今度撮影車両が抜きますっつって、はい、抜いて収まってなくてもいいんですよ、近いから。抜いたらまた並走してくれて、ここでカメラアングルを直して、これいい映像ですよね。道も入ってて今もう修正して、これ一番いい状態なんですけど、うん、やっぱ2台ですとちょっと意識しちゃいますね、後ろの車とか、うん、そうかもしれないですね。だからここから加速多分すると思う。そうですね、ある程度走ってからじゃあ抜きますっつって、この繰り返しで、はい、いい映像が撮れるです。この映像分かりやすかったですね。分かりやすい、うん、だから要はブレてたりとかちょっと斜めだったとしても、なんとなく素材として使えればいいんですよ、気にせずに、はい、結構割と。そうだ、これこの辺からちょっと
ぼやけてて、でこっからもう一回ピントが合うんですね。でぼやけてる間に僕テロップ入れたりしてるんで、うん、やっぱやってみて気づくことがあるんですよ ね。これ一発目の時ですよね。これ一発目ですよ、本当、一番最初の時ですよ。まだ自己診断はベコベコじゃない時ですよ。もう信号待ちの時はできることないです、まあ、ほぼそうですね、何もできないですね、うん、多分新さんがこの時夜景がこう綺麗だから言ってたんですよね。そうです、もともと知ってたんで、うん、思い出の夜景なんで、うん目いっぱい左足、目いっぱい左足ですね。この辺から使ってですか。やっぱ後ろに道が見えてるとすげえいいんですよ。あでも帰ってきて U ターンするだけなんで、でゆっくりこれくらいのゆっくりで抜いていくっていう、はい、こんな感じですね。うん、途中でねなんか俺路肩走っちゃうかなって、ちょっと裏に行ったりとかして、はい、撮影車両と。被写体は一定の距離の前と後ろがあって、はい、じゃあ追いに行きます、追いに行ってくださいみたいなのを何回か入れるっていう。だから距離的にはこのぐらいですよね、多分。そうですね、そんなに遠くもないですからね、うんうん、多分今回はね、こんなぐらいなの。いや、確かにそうですか。ミラー見てて、ね、あ、離れすぎてると思って、うん、そうするとボディが入りやすくなっちゃうんですよ、ね、うん、あ、確かに離れてましたね。このぐらいのスピードで行っちゃうから、追いつかなくなって できればカメラを撮ってる車両は激しく動かせない方がいいんですよ、はいはい、その方がアングルが決まりやすいんで。だからどうしても走って捉えてる人がうまく調節して、はい、あの連携取って調節してもらうっていうのが多分大事になってくるような気がします。この間はねちょっとうまくいきすぎちゃったのか分かんないですけど、でもすごい良かったですね。すごいいい絵が撮れてね、あとはずっとやっぱ喋り続けてるっていうのはすごい。そうですね、電話で、まあ、あと撮ってる方もそのままそのままあいいよいいよいいよとかって褒めちぎっていいと思うんですけど、この間しんさんとしおさんもそうだったんだけど、抜くときはなるべく撮影者は目いっぱい左寄ってるし、はいはい、目いっぱい右寄って抜いてくれないと、ね、入らないのよ。そうですね、うん、そんなに危なくない程度に、はい、まあ、寄ってもらうっていうか、分かりました、そんな感じが大事だと思います。了解しました。まあ僕と翔さんは一発撮りでしたけど、さすがに僕2台は緊張しましたよね。あの2台ですからね、はい、そうですね、まあ、それはありますね、はい、2台は難しいかもしれないですね。やっぱ意識しちゃいますね。やっぱ2台で走ってたっていうのが一番の言い訳ですよね。さっきの帰り道で翔さんに今回ちょっとスピード速くないですかって言ったんですよ。ああ聞こえてましたよ、うん、もしだったらお兄ちゃんの車1台で走ってみます。そうですね、ちょっとそれで試してみて、撮影者と2台で行ってもらって、はい、もうケツ持ちいらないんで、はい、ちょっと俺ら待ってさ、もうちょっと手前し、もうこれやった追い抜きはね、手前で今回はね、両手でこう持ってるからいい面も多分あると。俺この間これだったからで今撮ってみて、撮った映像を確認したし、前回の撮った映像と見比べられたから、多分次かなりうまくいけると思うんです。ちょっとスピードが速かったです、カメラが風圧で。近持ちと自撮り棒の難しさの違いってあるんですよね、うん、ありますね、絶対ありますね、絶対あるんで。だあんまり伸ばさない方が、まあ、下からは確かに撮れるけど、伸ばしてると1ミリずらしても長いと10センチ動くんで、やっぱ短くないと。あとはその斜め感、この棒がまっすぐかどうかだけ確認してますね、はい、そこはすごい大事なところです、うん、ただあの今回俺もちょっと自撮り棒でやった時に地面と あの車両との感覚がよく分かんなくて、はい、って見ながらたまにやってたんだけど、もうそこは絵を捨ててもう調節する、うんうん、瞬間ですよね。ちょっと後ろ斜め抜くときはこれで、あのたまに画角が入りそうだったら、はい、こう並んで走ってるし、うん、はい、いいと思うんですよ、うん、そんなに何十秒じゃなくて3秒から5秒程度でも隣に並ぶのはそんなもんでもいいんですよ、はい、10秒も隣にいたら逆に余っちゃうから、そんな感じで。わかりました。石塚さん、お帰りです。ありがとうございました。すいません。どうもありがとうございます。お疲れ様です。お疲れ様です。お気をつけて。じゃあ、帰ります。はい。お疲れ様です。お疲れ様でした。お疲れ様です。とりあえず、今の撮れ高だけだと、走行動画、例えば1曲1000曲をして動画を作ろうとしても、はい、多分まだ足りない状態です、撮れ高的には。やっぱ複数台一緒に走って撮る走行動画ってかなりレベル高いですね。高いですね、うん、やってみて分かりました。かなりレベル高いです、はい、やっぱ木村さんいけそうですか。はい、ちょっと動画が、はい、なんと容量がさっきのでいっぱいになっちゃいました。今のストレージが、はいはい、4K で撮ったからっていうことですね。そうですね、うん、富山さんお帰りです。違うか。ちょっとですね、 iPhone はストレージを開けないといけないですね。ちょっと一回休憩しましょうか。ちょっと、はい、じゃ
本日怒涛の2本目で40キロぐらいで、そうですね、じゃあ今回はあの1台ひろと君の車と撮影車両翔さんの車で、はい、そして番組さんカメラマンということでよろしくお願いします。今回ケツ持ちいなかったからトラックがベタ付けさせてきたりとか帰りそうでしたね、行きも途中で、そうですね、普通の乗車だったらいいけどトラックかなり画角に入ってきますからね、大きくて。でもテストコースとしてはこの道路がすごい実はバッチリめちゃめちゃいいっていう。こんな2時20分に動画みんなで上げてるの初段階のグループだけだよ他のグループもうみんな寝てるもんだってピーピーとか言って。じゃあもう時間も時間なんで、はい、はい、今日はもうかなり修行の日だったということでいい勉強になりましたね。あーでもいい映像ちょこちょこありましたからね、はい、じゃあ今日は遅くまで皆さんお疲れ様でした。お疲れ様でした。カメラは結構大変ですよね。すごい結構疲れるんですよ。疲れますね。はい、いやでも本当お疲れ様です。今日でもいい経験ですね。ここを長いとローアングルでいけるけど、はい、引く時に棒が車に当たるっていうので、はい、ちょっとこうなるんですよね、うん、やっぱその横になるのがやっぱ一番良くないんで、何本か走れたら本当は楽かもしれないですよね。そうですね。なんかその撮る絵を頭の中でもう決めといて、あ、もうこんだけ撮れたからもうじゃあ OK みたいな。そう、3車線のとこはいいけど2車線でそう並走の時にそうなんですよ、この棒が室内引きたいけど、うん、綺麗に撮るにはやっぱ3車線なんですね。ですね。だから2車線である程度うまくできれば3車線は超余裕ってことなんですよ多分。なんか楽しかったです。あ、よかったです、よかったです。次回、まあ、集まれたら集まった時に1回やったから多分次はスムーズに撮影できると思うんですけど、その映像を足してまた走行動画作りますんで。そうですね、はい、いやだいぶ遅くなっちゃいましたねもう足がめっちゃ痛いです俺。めっちゃ本長いじゃないですか。長いんですよ。アリーナ3っていうやつで。お疲れ様です。終わりそうだな、スパイヤー。テール黒いな。あ、みんな頑張ったっすね、今日は。いやー、すごいですね。頑張ってくれたっすね。お疲れ様でーす。番組さんが一番頑張ってくれたっすね。あ、すごい大変だな。大変だったっすね。いやー、お疲れ様でした。いやー、本当にありがとうございました。いえ、カメラマンも言ってたんですけど、はい、3車線あると、はい、すげえいい動画撮れそうだなみたいな。あ、言ってました。まあ、確かにそうですね、はい、なかなかこう絵的にも車だけしか撮れてないっていう、狭くなっちゃうんですよ、そうですよね、画角が前後で距離感を測るしかなくなっちゃうんで。あ、そうですよね。でも iPhone でいい走行動画欲しいですね、はい、あ、欲しいですね、はい、もう今から通院したいです